今からちょうど40年前、地球は怪獣や侵略者の脅威にさらされていた。人々の笑顔が奪われそうになった時、遥か遠く光の国から彼らはやってきた。ウルトラ兄弟と呼ばれる頼もしいヒーローたちが。そして今、ウルトラの父は一人の若き勇者を地球へと送った。その名はが痛むのですか。ああ、この3万年間一度もなかったことだ。何かの前触れだと。あるいはな。セッティング。いいえ。これもね。あそこ出て。これで元通りですね。たく、フライトモードの後始末も結構厄介だな。そりゃこれだけの大きさのものが飛ぶんだからね。気軽に飛ばせるもんじゃないってことだな。来られなくなったわけだし、もう使うことなんてないですよ、きっと。そうね。いやいや、必ずしもそう言い切れるとは限らんかもしれんが、可能性もゼロではない。そうは思わんかね、諸君。いや、意味わかんねえし。このところの一連の事件には何か関連性があるのではないか、そうおっしゃるんですね。え？そうね、確かに妙な事件が続いてますよね。そうだ、ウルトラゾーンやクロノームが現れたのも次元の変調が原因だった。ヤプールを蘇らせようとする何者かの力が働いたとすれば。さすがです、補佐官。そこに気づかれるなんて。うん、でしょ？でしょ？うん。じゃあまだ危険がなくなったわけじゃないんですね。いいところに気がついたね。そこでだ。どうだ。マケット怪獣。そう、新たなマケット怪獣を選抜し戦力の増強を図ろうと思う。マケット怪獣ならミクラスがいるじゃないですか。はじめはあんなだったけど、勇気を出してケルビンに向かっていきました。
エレキミクロスになってパワーアップしたし、最近は私たちにも懐いてきてるしね。こんなに頑張ってるミクラスの一体何が気に入らないって言うんですか。まあまあまあ、それはそれとしてだね。ウィンナムだっています。あのレーザーショットは使えるぜ。実際怪獣を倒したことだってある。ミクラスと違って引き分けもいいしな。あ、ひどい。エレメントカプセルでカスタマイズできるのもいい。あいつらが役に立ってないとは言わせないぜ。いや、だからボアベターな選択肢の可能性をだね。運用マニュアルですね、これ。ん？何これ。これは総本部からの督促状です。まあまあ、マル！マケット怪獣の試作品を評価検討して報告書にまとめなきゃいけないんですが、めんどくさがってるうちにもこんなに溜まっちゃって。余計なことは言わんでもいい。期限は明日？要するにそれを俺たちに手伝ってほしいと。子供か、あんた。ダメですよ、宿題は自分でやらないと。いいですね、面白そうじゃないですか。このカプセルはシミュレーション用ですね。実体化はしないんですか。お試し版だからデータだけで十分だろ。始めましょう。地底怪獣グドン、体長50メートル、体重25000トン。34年前奥多摩で初めて確認されたとドキュメント MAT に記録されています。忘れもしません、僕たちがガイズのクルーになった日、初めて戦った相手です。ま、俺たちの敵じゃなかったけどな。グドンの利点はこの無知、振動触腕です。地底に潜る際にも使用していると考えられていまして。ておい、マケット怪獣は1分間しか戦えねえんだ。地底に潜ってどうすんだよ。地底で時間切れになられたんでは、かなわ。バイツ。次は火山怪鳥バードンです。体長62メートル、体重33000トン。ドキュメント ZAP の記録と同じく大熊山の山頂近くに現れました。この巨体で空を飛ぶんですから、羽ばたく力は絶大です。ウルトラマンでさえかなわなかったくらいだ。おお、使えるんじゃないのかね。でもこの怪獣確か猛毒を持っていたのでは。その通りです。頬の毒袋に強力な毒があってウルトラマンを苦しめました。毒素は強力で周囲の植物が枯れてしまったほどです。毒はいかん、毒は環境に悪いだろ。バイツ。これはどうですか。古代怪獣ツインテール、体長45メートル、体重15000トン。かつて東京に出現した記録がありますが、今回は海底で確認されました。海が本来のテリトリーだったと考えられ、まさに水を得た魚のような俊敏さを見せています。海の中で強く立ってな。ああ、海は外部者に任せておけばよい。ツインテールは陸上でも活動できます。藤北市第三造成地でグドンと戦ってます。食われとったじゃないか。やっぱ餌か。強いんだけどな。宇宙大怪獣ベムスターです。体長46メートル、体重61000トン。怪獣品質機にも複数回地球を襲撃した記録のある強敵です。最大の武器は腹部の吸引機関、何でも食べるし光線だって曲げちゃいます。それだ、それこそ専守防衛に求められる能力だよ。ああ、悪くない。っていうか、決まりじゃね？なあ。いや。マニナさん？あんなのと一緒に戦うなんて、絶対嫌よ。マニナさん、ひどい目に遭いましたもんね。
ない君。無理、却下、問題外。敵としちゃ厄介だが、味方となると意外に使えない。よくあることさ。つうか、他にどんなのがあるんだよ。僕たちが直接戦ったことのない怪獣もいますよ。あ、エレキング。おさか、これなんか強そうですよ。ほら、宇宙恐竜ゼットン。当時の防衛チーム科学特捜隊の本部を襲い、ウルトラマンを倒した強豪中の強豪です。やめんか、今わし。未来見ろよ、こんなのまであるぜ。ウルトラマンメビウス。しかし何考えてんだろうな、総本部は。そうですか、当然の発想だと思いますけど。ウルトラマンメビウス、25年ぶりに地球に現れたウルトラマン。身長49メートル、体重35,000トン。最初は頼りないやつだったけどな。ですが間違いなく人間の味方です。僕たちのピンチを何度も救ってくれました。そうですよね、メビウスだってガイズの一員みたいなものです。お前嬉しがりすぎ。最大の武器は十字を組んで発射するメビウムシュート。そして左腕から伸びるメビウムブレード。他にもいくつかの技が確認されています。さすがに威力までは再現できませんけど、使い方次第では有効だと思いますよ。でもウルトラマンをマケットにするなんて。やめとこうよ、メビウスがびっくりするといけないからね。結局どれが一番強いのかね。勝ち抜き戦でもして決めるわけにはいかんのか。無茶言わないでよ。できますよ。え、そもそもシミュレーション用ですからね。このソケットに一つずつセットすれば対戦可能です。ふーん。絶対俺のもんだ。ガルガさんはイカル水死でも使ったろ。名前でもない。最強怪獣は俺のものだ。へへへへへ。だね、また補佐官権限か。さて誰が相手かな。あ、はい、とりあえず僕が。んじゃ、リアライズ。操縦はマケット怪獣と同じ音声入力です。簡単な指示なら理解できますから。よし、ゼットン。ゼットンです。ゼットン、やってしまえ。まだこっちの準備が。先手必勝。きたね。さあ次は誰だ。リセットしますから。あれ？どうした？ゼットンが消えない。お、私は何もしとらんぞ。
システムに障害が出ています。ゼットンがこれをやってるっていうのか。おさか、あんたカプセルなんかしたんじゃないのか。知らん知らん、わしは何も知らん。いや、試作品とはいえメテオールなんだ。不測の事態に備えておくべきだった。やっぱりこんな強力な怪獣をマケット化するなんて無理だったんだ。きっと内部ポテンシャルが外装入力のプライオリティを。いいから何とかせんか。ダメだ、どうしても消えない。すでにネットワーク内に侵入していると考えられます。俺たちにできることは。全セクションに警報を発令する。君たちは各端末をシャットダウン。急いで。自衛時緊急警報、緊急警報、情報汚染が発生しました。稼働中の端末は直ちにネットワークから切り離し、マニュアルに従ってフルチェックを実行してください。防壁が第4層まで突破された。侵食率 63%。 どうなっちゃうんですか。機関システムまで到達されたらガイズの機能は完璧に麻痺します。相手はプログラムだろ。機の電源全部落としてしまえ。それはできません。安全のために必要な設備もありますから。フィールドの外壁に穴が。やばいぜ、機関システムが無防備になっちまう。そうだ、何か手があるの。シミュレーションの中でゼットンを倒すんです。もうそれしかない。何ぶつけるよ。決まってるでしょ。リアライあとは重心が高い。足を狙え。角が弱点よ。足だよ。足だよ。角だ。足だよ。角です。角。いいから止めろ。大敵に言ってんのにもう。なんとかシュートで片付けてしまえ。あ、ダメですって。光線技は禁物なんです。仮想空間で戦うには自分自身を数値化するしかない。もし負けたら二度と帰ってこられなくなる。だけどそこだ。わっしゃー、いけ。
僕は戦える。みんながいるから僕は負けない。真上にバリアはない。流星キックだ。これが僕の仲間だ。僕の力だ。恐れるものなどありはしない。Z のデータは念入りに消去してきました。結局使えるマケット怪獣はミクラスとウィンダムだけってことね。分かった分かった。報告書にはそう書いておこう。そうですね。未来この大変な時にどこ行ってたのかな。いや、その未来だって戦っていたさ、みんなと一緒にね。そうだろ。僕はこの星に来てよかった。本当によかったと感じています。大隊長。いいえ。ウルトラの父。決断の時が近いのかもしれん。では彼も、メビウスはもう。さん、運命の再会をしたんです。救いの愛、大切な宝物をくれた人。正義の味方は嘘をつかない。赤い幽霊は円盤生物ノーバだったんだ。メテオール。次回、この身の宝物ガンダム。